ずは基本を学ぶ。用意するのはシリコンなどでできた型と UV レジン液、 UV ライト、飾り付けのラメや着色剤に金具。レジンには紫外線や太陽光で固まる UV レジンと二液性レジンがある。今回使うのは UV レジン。 UV レジン用の着色剤は30色以上も発売されている。液を型に3分の1ほど入れたら、ネイルを固めるためにも使われる UV ライトを1分間当てる。固まったところに好みのラメや着色剤入りのレジン液を流し入れ、再び UV ライトを当て1分、ひっくり返して裏側からさらに1分。固まったレジンに金具をつけたら、オリジナルアクセサリーの完成。制作時間わずか10分。着色剤の量や飾りを少し変えるだけで全く違う仕上がりになるのも魅力の一つ。